車両工場通用門近畿車両株式会社は、鉄道車両などの生産を行う近鉄グループの企業である。本社、工場の最寄り駅は、西日本旅客鉄道片町線特安駅。戦前からの客車、電車メーカーである田中車両が前身であり、終戦後の近畿日本鉄道3回離に伴って、1945年11月に、現車名に改称した。 田中家から近鉄に経営権が移ってからは、大々日本国有鉄道の工作局長が社長に就任していた。国鉄分割民営化後は国鉄から帝都港、速度交通営団理事を務めた運転畑の出身者が社長を務めた後、近鉄出身者が務め、現在は JR 西日本の役員経験者が社長を務めている。かつては、 様々な製品を製造していたが、現在は鉄道車両関連の製品のみに特化したメーカーとなっている。また、三菱重工業と業務提携を行っている。当社から製造された車両は、ローレル賞やブルーリボン賞に加え、ブルネル賞を受賞した車両も数多い。主に電車の製造を行っているが、2012年には、機動車の製造にも、 再参入することが発表されている。他社製の車両の改造も行っている。2012年5月10日、JR 西日本が近鉄より発行済み株式の5%を約11億円で取得し、近鉄に次ぐ第2株主となると同時に車両製造の業務提携契約を締結した。出店創業当初は兵庫県山ヶ崎市松島町に 天ヶ崎工場が設けられた。その後天ヶ崎工場は手狭となり、1922年天ヶ崎下町に組み立て工場が設けられた。その後、1924年4月に大阪市北区敷田町に大阪工場が開設された。天ヶ崎工場の設備は1940年3月に特安車両工場へ移転した。 1937年の六甲橋事件以降、発注が急増したため、1938年6月に特安車両工場の建設工事に着手し、1941年6月に完成した。戦時中、大阪工場は京橋造船工場と解消され、兵器製造工場となった。1943年2月には、大阪市大正口戸瀬町に、 千歳造船工場が開設され、海軍向けの兵器製造が行われたが、戦後の1945年9月に閉鎖された。同月、京橋造船工場は、車両製造工場に復帰した。1954年12月に、京橋工場の製造設備は、特安車両工場に集約され、1970年9月には、京橋工場の敷地は売却された。 東海道、山陽、九州新幹線の車両は、JR 西日本の N700 系3000番台の N12、7000番台の S8 編成、JR 九州の N700 系8000番台の R11、編成を最後に言ってなく、現在は、日本車両製造と日立製作所で主として、製造されている。JR 東海の新幹線車両は300系の J54。 編成を最後に製造していない。また、東北、上越新幹線の車両に至っては、国鉄時代に二百系の一部を製造したのみであり、JR 東日本向けの新幹線車両は一切、製造していない。などなど、北大阪急行向けの新車搬出時の様子。線路がつながらない路線へはトレーラーで陸送される、特安から出場する JR 西日本向けの車両は、一部の、 例外を除いて、公衆輸送は行わず、工場から上等貨物船を経由して、自力で出場していく。他の JR 向けなどは、公衆輸送が行われるが、新幹線車両は、トレーラーと会場輸送で、博多総合車両所や熊本総合車両所へ、親会社の近鉄向け車両は、 狂気の南大阪線向けも含めトレーラーによる輸送で、八尾市の高安研修センターへ搬入される。ただ、南大阪専用車両については、以前は公衆輸送で、柏原駅や吉野口駅から搬入していた時代もあった。大阪メトロや、北大阪急行など、JR 線と線路がつながっていない、地下鉄、私鉄向けについてもトレーラー輸送となる。 KD76 系首里遺伝式台車線時中には、大阪工場において、日本陸軍からの91式貨車、弾薬港、砲射など、千歳造船工場において、日本海軍からの輸送船、魚雷艇、運河船、人間魚雷、回転などの製造も行っていた。JR 特安駅ホーム左側、3番線から、当社製作車両が出場していく。ありがとうございます。